今回も引き続きリアルワールド菊池社長に来ていただいております。よろしくお願いします。ちょっとあの収録の合間にめちゃくちゃ貴重な面白い話を聞けたんですけど、これどこかでいつか言えたらいいですね、はい、その日が来ることを、はい、楽しみにしております。またあのツイッターなんですけども、はい、なんかあの菊子の部屋っていう あれ何なんですか。あれはですねプロジェクトチームとのメンバーと話しているときに、はい、やめ宣伝して も面白くないし、検証チックにやってもしょうがないから、はい、もっと親しみしやすい何かないかねって言ってたら、はいはい、ちょっと社員総会で、まあ、全社員とも向き合って話そうっていう機会ですね、はい、その時私がまあ助走してですね引っ越の部屋っていうのがあるんですよ、はい、でこれが結構受けてですね、あでそしたらこうそれを思い越した社員一人がですね、引っ越の部屋やればいいんじゃないですかです、ね、私もその時こうテンションが上がってたタイミングで、はい、行こうそうですね、でそのまんまもうソーシャルの中に投入されました。そうですね、絶対お酒飲んでないと投稿しないですもんねそうですよね。それを見て思ってめちゃくちゃマッチョなんですね今日お会いしても気づきましたけど、キックボクシングやってます。それで島袋さんと。そうです。そうですよね、はい、あの今はるか彼方から多分応援していると思います今回はあのガーファメディア戦略公表後の M&A2 件のうちのその1件目からの話を伺いたいなと思うんですけど、漫画大陸の買収ですね、はい、これちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、そもそもこれはどういうルートというか形でこの漫画大陸、まあ、社長さんという方の事業自体とつながったんですか。これはですね、約8000件3ヶ月にわたって、うん、直接このサイトは良さそうだとか、うん、全部連絡を実はさせていただいて、うん、8000件のうちから20件とかじゃなくてですか。はい、まあ、あのもちろん他にも候補はありますけども、はいはい、その8000件アプローチした中の一つですね、はい、8000件に DM ないしなんかアポ取ったってことですか。そうです、あの死ぬほど頑張ってました、ね、半年間に、はい、3ヶ月、あ3ヶ月に8000件毎日だから、まず、まあ、普通 の, あのメッセージなりメールのアプローチだけでも必ず200件以上、はい、1日にやってです、ね、積み上げていった。いやー、 M&A 仲介会社も真っ青になるぐらいのソーシング力ですね、はい、いやすごいですね、はい、あそのうちの1件。そうです。でもちろんまあ自分たちでも声かけしてますし、はいはい、うん、そういう、まあ、MA 紹介会社の方々にもまあアンテナを広げてですね、うん、あのいい情報があればくださいという形ですね、うんうんうん、進めております。そう、ちなみに8000件アプローチして、じゃあお話ししてもいいですよって書いて帰ってきたのは大体何件ぐらいですか。いや、かなり低かったと思いますよ。10% とか 20% ぐらいだったと思います。あ、まあ、でも逆に言うと、はい、1000件近くリアクションあったってことですね、はい、それはそれで困っちゃう気がするんですけどねいや、そこで今度アポが決まって、はい、やっぱアポする方も大変でした、はい、いや、そうです、完全にパンクしてました。そうですね、1000件ってあ、でもじゃあ今回漫画大陸がまあ買収になりましたけど、はい、実は他にもまだこうかなりありましたね、まあ、一度ご連絡いただいて、うん、いろんなサイトの情報とか収益状況とか見させていただくと、うん、やっぱりこう外から見えない実態っていうのもあったんで、うんうん、まあ、やっぱそこで消えていくものもやっぱり多かったんですよね。そこでまあ最終本当にお話しさせていただいたのとは言っても本当に100とか、うん、その前後だと思います、うん、いや十分多いんですけどねなるほど、そうだったんですね。いやすごいな、まあ、でもここまでやるかどう置いといて、はい、本当に MA を事業戦略として添えるんだったら このぐらいのコミットメントは参考になりますね。そうですね、まあ大きく2つあってですね、うん、1つは、MA 仲介ありきの MA 戦略を実は4月、うん、5月かな、まあ、立てていたんですね、うんうん、まあ、それはそれで面白い案件いくつか、うん、あのお話しをさせていただいたんですけども、あるものを紹介していただくんでやっぱ自分たちは戦略にならないんですよ、うん、どうしても相手また受け身になるんで、うん、はい、うん、で一方上場会社なんでやっぱり期日までに何をどう進めるかっていう中でやっぱあまりにもコントロールできない、うん、じゃあ自分たちでコントロールしていかないといけないっていうところをやっぱり大陸ソーシング、うん、自分たちが勝って積み木のようにやっていくんじゃなくて、やっぱ勝って伸ばすことに意味があるんで、そういう意味でもやっぱり自分たちで働きかけていくっていうことが大切でしたし、うんうんうん、もう一つはやっぱりあの着手金とか中間費でですね4、5月ちょっと痛い目に遭ってまして、はいはいはい、しかも結構数千万単位なんですけども、数千万ですか、はい、それを見ていやこれ自分たちやった方がいいよ、うんうん、っていうところでですね、うん、あのまあ、ダイレクトソーシング部隊っていうのを立ち上げてですね、そうですね、アプローチを始めたっていうところです、
ちょっとこのご存じない方も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、M&A 仲介会社さん成功報酬ですっていう会社がほとんどなんですけれども、実は成功報酬って言っても最後に買収した時だけじゃなくて、まあ、基本合意といって本格的に検討しましょうねみたいな、その両者であの口頭合意みたいなのがあるんですけど、まあ、その合意した時点で一定金額を払ってくださいねとか、実はいろんな払い方があるんですよね、はい、なので、まあ、最終M&A決まった時だけ払えばいいんでしょうって思ってると、実は全然そんなことがなくて、気がついたら何も M&A 実行してないのにめちゃくちゃお金払ってるってことがあり得るっていうことですよね。そうです、はい、これ本当にあの気をつけてくださいでですね、あの本題にちょっと戻りたいなと思うんですけど、はい、あの漫画大陸の買収、これあの漫画大陸さん自体は、営業利益が約1億円のメディアを、まあ、2億円ちょっとで買収ということで、これまさにあのイベッターのまあ約2倍っていうところですよね。で今回の M&A でこう一番個人的に気になったのは、あの漫画大陸さんがどうこうっていうのは分からないんですけど、一般的に漫画系のメディアってその著作権のところがグレーなんじゃないかっていうことを言われることがすごい多くてですね、まあ、私もそういうのをこうかつて経験したことがあって、はい、なのでこの壁をどう乗り越えていったのかなっていうのを、これが上場会社として運営できるって判断したちょっとロジックというか、はい、そういったところは本音ベースでちょっと伺いたいなと思うんですけど、はい、おっしゃる通り著作権部分は私も一番最初に、はい、うん、っていうのがすぐにあの、はい、心配になって、本当弁護士のことですね、はいはい、何度もお話させていただいています、うん、まあ、確認させていただいてます、うんうん、特に、まあ、あの漫画村っていう、まあ、その関係の、はい、まあ、問題がやっぱりこう1年ぐらい前ですかね、うん、あったばかりなんで、より、うん、あのそこに対する温度感は高かったですね、うんうんうん、で、じゃあ著作権って結局何なのって言った時に、うん、特に漫画ってコンテンツで言うと、うん、ああいってこう描写の部分と言葉の部分を合わせ持ったところに著作権が存在してるんです、うんうん、だからそのテキストの本当にこれ表現がすごい難しいんですけど、はい、ごく一部の部分を引用するのであれば、うん、それ自体が著作権に当たりづらいっていう風な解釈になっていてですね、うん、だからそのものをいったコピペで出さない限りは、うん、そこまで黒ではない、うん、まずこれだけではですね、うんうん、っていうところがあります。でもう一つは内容を書くじゃなくて、結局あらすじだったり、うん、読書感想文みたいなものを、はいはいはい、当社は掲載させていただいても、うん、でそのネタバレっていうのも結局どれだけ漫画が発行されて早く購入してそれをコンテンツで上げるかっていう、うん、この裏側の結構、うん、リアルタイム性を重視で上げてるところもあるんで、うん、あのそこで、まあ、著作権に当たらないっていうですね、うん、あの解釈をさせていただいてます、うん、まあ、いったまあそのまま転用じゃない、うん、あくまで読書感想文みたいなものである、うん、あと最終的に当社のコンテンツってそこを、うん、有料化するための本サイトにも誘導させていただいてるんで、うん、あ、はい、いったまあ今ってこういろんな映画、うん、まあ、見れるようになってますけど、そこにもあらすじって書いてますよね、うん、まあ、あのような役割をさせていただいてると思っていただければいいかと思います、うん、送客メディアの機能を持ってるっていうことなんですね、はい、まあ、じゃあそのリーガルチェックしたところ、はい、そういう形であれば、まあ、あの運営できると、クリーンに運営できるということが分かって、はい、でその条件にこの漫画大陸さん当てはまってたというところですかね、はい、事前に当たり前、まあ、記事チェックもさせていただいてますし、うん、記事チェックっていうのは記事たくさんあると思うんですけど、はい、1個記事チェックして OK で他のがダメな場合もあるじゃないですか。 それはもう目視というか、そうですね、ランダムで何割かをチェックさせていただいてますね、はいはい、うん、弁護士さんに全部それ依頼したんですか、社員、社内でもやってます。あ、いや、すごいパワープレイがさっきからすごい、結構すごいです、ね、漫画大陸は大変でした、そういう意味。いやすごいです。しかもその8000件 DD しながらもこれをやってるわけですもんね。いやすごいですね。なるほど。でまたそれでもやっぱスケールしづらいですよね、うんうん、そのなぜかっていうと書いていただいてる方の属人的なコンテンツ制作になっていたんで、うんうん、ここやっぱりルール化をより、うん、厳格にする部分とチェックをよりこう細かくできる体制を作る、うん、まあ、これが当社の元々であるクラウドソーシングの幅がその提案できる部分なんですけど、これをやることによっていったコンテンツ量を量産できると、うん、まあ、つまりそれによって、需要拡大がより容易にできるだろうというところですね、まあ、進めさせていただいているということですね。だからその記事制作とチェックの方は非常にこの漫画大陸の成長戦略の上では重視しているところですね、うんうん、これもし漫画大陸さんがこうそこの著作権を超えた
記事の書き方をずっとしてたとしたら、それも買えなかったです。買えないです。さすがにそこは、はい、そうですね。でもここのラインってものすごい結構微妙だと思うんですよね、はい、最初立ち上げた時とかはもしかしたらまあいいやってやってしまうことってある、はい、あり得ると思っていて、そこをExit を MA にしろ IPO にしろ考えるんだったら、はい、ここをもう本当最初から意識するのは大事ですよね。そうですね、うんうん、これはメディアやられてる方とかも本当に特に気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、いやありがとうございます。結構答えづらかったと思うんですけどもありがとうございます。そうですね、まだまだ十分聞いたと思うんですけど、まだまだ聞きたいことあるのでまた次回お話伺えればなと思います、はい、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。じゃあまた次回よろしくお願いします。お願いします。 M&A ジスム完全習得講座というものをですね、 M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。